こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの秋の最強のニットはこれだというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、最近ですね、少しずつ秋の始まりをですね、感じているわけなんですが、まあ、このような時期にですね、1枚あるとめちゃくちゃ便利なのが、まさにニットというアイテムかなというふうに思ってます。まあ、メンズのトップスには本当にね、様々なバリエーションがあるわけですね。まあ、例えばシャツがあったりだとか、パーカーだとか、あとはスウェットだとか、まあ、他にもいろんなものがあったりするわけなんですが、その中でもニットというのは本当にですね、使い勝手が良くて、1枚で着てそれなりにですね、綺麗さが漂うような大人世代には欠かせないアイテムなのかなというふうに思ってます。まあ、僕自身もですね、ニットが大好きで、毎シーズンですね、新しい季節になるとニット3枚ぐらい購入をするんですね。まあ、それぐらいですね、僕ら世代にはすごくしっくりとくるようなこのニットというアイテム、まあ、皆さんもぜひ揃えていただきたいんですが、ユニクロがですね、ニットはめちゃくちゃ優秀なんですね。これはですね、何度も動画の中でお伝えしているわけなんですが、本当にね、ユニクロのサイトを見ていただくとニットめちゃくちゃたくさんあるんですよ。まあ、どれもこれも優秀で、皆さんにお勧めしたいわけなんですが、まあ、それぞれによって特徴がありまして、まあ、個人的にはですね、トータルバランスで言ったらどれが一番いいんだろうと考えた時に、これだよねっていうですね、明確な正解があるんですね。まあ、これはもう人によってそれぞれかなと思うんですが、大人の男性がベーシックに使えて、なおかつ使える期間が広いニットというと、これが間違いがないかなと思うので、今回皆さんにですね、僕の私物のものをお見せしながらですね、ご紹介ができればなというふうに思ってます。まあ、早速ですね、ご紹介したいなと思うんですが、こちらですね。はい。まあ、僕の私物として今回買ったものはですね、こちらなんですね。はい、商品名はですね、ウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーターですね。色に関しては僕はグレーを選びました。これがですね、めちゃくちゃ使い勝手が良くて、まあ、僕はこれはニットの中でもですね、結構ユニフォーム的に使っているんですね。まあ、昨年はですね、こちら置いてあるのがですね、オフホワイトなんですけども、こちらを買ってすごく重宝したんですが、まあ、今季はですね、それとはまた異なるような濃い色味のものを購入をしました。まあ、ユニクロニットの中にはですね、まあ、いろんなバリエーションがあるんですが、まあ、解説をすると、薄いものなのか厚手のものなのか、まあ、この2つがですね、大きな軸としてありまして、薄手のものとしてはエクストラファインメリノですね。これがもう代表的で、もう殿堂入りしているようなニットかなと思うんですね。一方で厚手のものだと、まだ発売になってませんが、ローゲージニットですね。こういったものはちょっとアウター感覚で羽織れるようなものになってまして、これはこれでニットの中でもすごく個人的にも好きなんですが、まあ、使い勝手で言ったら、僕は中間ぐらいに位置するような、こういった中肉厚のニットが最強なんじゃないのかなというふうに思ってます。このような厚みのニットだと、使い勝手としては1枚でさらりと着ることもできますし、あとはですね、一応ジャケットの下なんかに忍ばせて重ね着をすることもできたりするので、結構ですね、薄手と厚手のニットの良いとこ取りができるのが、このような中肉厚のニットなのかなというふうに思っています。まあ、このですね、ミラノリブというネーミングにあるように、なんかね、上品なんですよね。表面の質感としてはですね、かなりサラリとしていて、ニット特有の毛羽立ち感とかがほとんどないんですね。で、ミラノリブって結構ですね、ジャケットを作ったりだとか、あとはカーディガンを作ったりすることもあったりするので、割と表面の質感としては上品で切れ目な方向に見えるんですね。で、個人的にはですね、ニットは好きなんだけども、あまりですね、チクチク感があるのが得意ではないので、そういった点でも割とスウェット感覚で着れるのが、このミラノリブのいいところかなと思ってます。ですので、あまりニットという感じで見るよりは、スウェット感覚で着ながらも、すごく上品なニット感が味わえるというところで、皆さんにはチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、決して派手さのあるようなアイテムではないんですが、まあ、実際に着てみるとですね、すごく大人っぽくて使い勝手がいいかなと思うので、この後ですね、実際に着用しながら皆さんに解説をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。
まあ、なかなかねバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。僕は身長164センチ53キロで小柄なんですけども、普段ねやっぱり S だとか XS を着ることが多いんですが、今回選んだのは S サイズですね。まあ、最初からですね今っぽい少しゆったりめのシルエットになっているので、まあ、S サイズでもですねあまりビタビタな感じがしないので、まあ、通常サイズを選んでもらってまず問題がないのかなというふうに思ってます。まあ、デザイン的にはですねこれといって特徴的な部分はないのですごく使い勝手がいいんですね。まあ、このようなニットというのはそこまで木をてらわずにですね大人っぽく上品に着るのがいいかなと思うので個人的にはすごく気に入っています。まあ、細かい部分であるんですが、個人的にはですねネックの詰まり具合、ここがですね気に入っているんですね。ここがギチギチに詰まりすぎてると苦しいし、なおかつですねこういった僕は今白 T を中に着てるんですが、この T シャツが見えなくなってしまうんですね。そして逆にですねここは緩すぎるのも個人的には好きじゃなくて、だらしなく見えてしまうので、まあそういった意味ではこの首前のフィット感なんかはまさに理想的で、個人的にはですねすごく気に入ってるポイントかなというふうに思ってます。まあ先ほどもちょっと触れましたが、僕の場合は下に白 T を着ながらですね少しだけ覗かせるみたいなスタイルが好きなので、こういった重ね着をするんですけども、他にもですねシャツで重ね着をしてあげるのもいいかなと思うので、まあ様々なシチュエーションでこれは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そして何といっても今回気に入っているのはこのグレーの色味ですね。見てください。まあ色が上品だと思うんですね。まあ最近もですねプラス J だとかユニクロ U の中でもこういったグレーという色が定番色になっていて、個人的にも大好きなんですが、通常のラインでこのグレーというのも出まして、この色味がねまたなかなかいいんですね。まあグレーではあるんですけども、その中にもですねほんのりグリーンっぽさが漂うようなすごく品のいいようなグレーになってまして、これはですね1枚で着ても大人っぽくてすごく映えるような色合いかなというふうに思っています。僕はまあ白 T と合わせながらですね下はブラックの、これもまたユニクロのスマートアンクルパンツですね。これと合わせるのが一番バランスがいいですね。大人っぽいスタイルが簡単に実現してしまうので、個人的にはちょっとこう腕を託し上げて時計だとかちょっとしたアクセサリーを出しながらですね大人っぽく着てあげるのがすごくバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみに足元がちょっと見えてなくて恐縮なんですが、ホワイト系のレザースニーカーですね。まあ、こういったものを合わせてもらって、まあ、全身がちょっと暗めではあるので少し明るさを足してあげて、こういった間から見えてる白とですねリンクをさせてあげるのがバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。本当ね実際に着てみるとですね肌触りめちゃくちゃいいですね。まあ、ニットという感じがしないです。まあ、すごくストレッチも効いていて動きもしやすいですし、型崩れもしづらいんですね。またウォッシャブル機能もついているので、洗濯機で洗っていただいても型崩れもしづらいですし、まあ、そういった機能的な面で見てもねすごく使い勝手がいいので、これは1枚買っておいて損はないかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですねこういったニット系のアイテムってセレクトショップのオリジナルとかになるとせいぜい安くても7,000〜8,000円、もう高いものだとやっぱり1万円を超えてくるものが多かったりするので、まあ、そういったものを買うのもいいんですが、まずはですね日常の中で気兼ねなく着れるようなニットをですね何枚か揃えておくのがすごく便利かなと思うので、そういった点ではこのグレーですね間違いなくおすすめなので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。まあ秋口であればこのような着こなしでもう十分完成なんですが、もうちょっと寒くなってきて冬場になったらどのように着ればいいのかというところで、この上ですねちょっとアウターを羽織ってみたいと思います。はい、ということで上にですね今度はアウターを羽織ってみました。アークテリクスのですねアトム AR フーディというモデルなんですけども、こういったですねちょっとしたアウターを上に羽織ってあげればもうこれで真冬までですね十分に越せてしまうんじゃないのかなというふうに思ってます。ほんと僕はですね中肉厚のニットが大好きで、結構ですね真冬のレイヤードの2枚目にですねこういったものを着ることが少なくないんですね。まあ上にこういったアウターだとかダウンみたいなものを着ればそれだけでも完成しますし、それだけではなくてロング丈のコートでも相性が良かったりするので、このベースのコーディネートさえできてしまえばあとは上に着るものを変えるだけで結構ですね真冬前対応ができるので、これは1枚あっていいんじゃないかなというふうに思っています。まあ今回は僕はですねモノトーンっぽい形
して合わせていますが、もうちょっと明るさを足したいなという時には、まあ、先ほど僕がですね、去年買ったものとしてご紹介したこういったオフホワイトですね、こういった色なんかを足してあげれば、もうちょっとですね、着こなしに華やかさが足せるので、できればですね、2色ですね、濃いものと明るいもの、2色あるとですね、かなり着こなしのバリエーションが広がりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんですね、ミラノリブリッドをチェックをしていただければなというふうに思ってます。個人的にはめちゃくちゃおすすめなんですけど、いざ店頭で見るともうたくさんの商品の中にうずもれてる状態なんですね。決して派手さがあるものではないので、なかなか見つけづらいかなと思うんですが、こういったアイテムこそですね、隠れた名品なので、皆さんにぜひご紹介ができればなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、今年の冬ガンガンに使い倒したいなと思ってますので、またこれからの動画でもですね、着こなしの中に交えて皆さんにお届けができればなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、僕がですね、ユニクロの数あるニットの中でもこれが一番おすすめですというものをですね、ご紹介させていただきました。今僕が着ているミラノリブのニット、これはですね、本当に派手さはないんですよ。やっぱりお店ではなかなか目立たないようなアイテムにはなってるんですが、ぜひですね、大人の男性には1着とは言わずにですね、2着ぐらいは用意しておくとすごく便利かなというふうに思ってます。まあ、というのもこのアイテムというのは今のような秋も使えるし、まあ、先ほども解説した通り、この上にですね、コートだとか、あとはアウターを着てしまえばですね、もちろん冬も使えます。それだけではなくて春先にも使えるので、まあ、結果的に3シーズン使えるんですね。まあ、ですのでこの機会に2枚ぐらい揃えておくとすごく使い勝手がいいかなというふうに思ってます。ちなみにですね、今回のような僕の着こなしをしているとですね、結構質問が出てくるのがですね、この白 T シャツって何が一番バランスがよく収まりますかというものなんですね。まあ、これはですね、僕の中でもいろいろと試してみたんですが、まあ、個人的には一つ結論が出ていて、無印良品の2枚で1000円のパック T シャツ、これがですね、意外と収まりがいいんですね。ですので重ね着の一部として白 T シャツを覗かせたい場合はですね、まあ、下に一応リンク貼れると思うんですけども、ぜひ皆さんにもそちらを試してみながら重ね着を楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、実際ね、この白 T シャツがあるかないかで全然印象が変わるんですね。まあ、個人的にはですね、ちょっとした抜け感としてこのような白 T を見せてあげるのはバランスがいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなというふうに思ってます。まあ、これからもですね、このチャンネルでは、まあ、ユニクロの中のたくさんの商品の中から大人世代にも使えるような、決して派手さはないけどもすごく使い勝手のいいものとですね、どんどんご紹介していきたいなと思ってますので、よかったら見逃しのないようにですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。